Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ、サルです。さあ、今日はですね、ルアー買ってきました。もうね、ほとんどサムネとタイトルを見ていただければね、もう一目瞭然分かってしまうと思うんですけど、今日はね、本当にね、初心者さんにおすすめのルアーセット、その他、まあいろいろね、買ってきましたので、紹介していきたいと思います。それではね、行ってみましょう。レッツゴー。はい、それではね、どんなものか見ていきましょう。今回これになります。初心者さんにおすすめのパックセットというものをね、ゲットしました。台場から出ています。猫ストレートとスキニーカーリーの直行パック、このままに釣り場に行ってちょうだいセットっていうのはこれですね。どんなものが入ってるかと言いますと、ワームと、これネコリグっていうものを作るんですけど、ワームと、あと、重りと針が一緒になってるやつ。と、これダウンショット。これも、ワームと重りと針。ここに針隠れてるんですけど、針が入って一緒になってるやつ。店のオリジナル的なパックセットみたいなのが置いてあるお店もあるんですけど、こういうの結構珍しいというか、なんで今まで作らなかったのかっていう、感じですね。ワームの詰め合わせとか、一つのワームのサイズ違いのテストパックなんかが最近、いろんなメーカーから出ていて、結構ね、僕はこういうのはね、好きですね。っていうことで買ってきました。さあ、見ていきましょう。はい、まずはね、このね、猫ストレートの直行パックですね。C って書いてあれば、アソート C。こんな感じになってますね。1、2、3、4と色違いのワームが入ってて、で、重り、で、針が2つ。ついてるって感じかな。なんだろう、でもね、ちょっとね、率直に言わせてもらうとね、一本につき重りを入れて欲しかったなっていう気持ちはある。だって4本入ってて、もしかしたらね、なんか魚が釣れたとしたら、このワームが飛んでってしまったら、この重りが一緒になくなる可能性もあるから、重りだけは4つ入れて欲しかった気がするのよね。こんな感じです。これはダウンショット用かな？うん、こんな感じで開けてみましょう。で、ここにも針が2つとダウンショットの重りが2つみたいな感じですね。こんな感じの詰め合わせになってます。はい、次に行ってみましょう。あとはね、ほとんど自分の趣味です。最後は、僕はね、ペラン系ワームといってね、クロワームを最近集めてまして、その中でもちょっとね、隠れたところに置いてあったワームを見つけてきました。まあ、知ってる方は知ってるんじゃないかなと思います。バークレーの、バブルクリーチャーっていうワームですね。これ、こんな感じー。もうちょっとペラペラなんだけど、肉厚的な、凹凸が入ってて、足もなんかクリーチャーってだけあって、こう、ね、このプルプルした足がついて。で、かなり、このなんていうか、大きめのリブ。水髪のいいようなリブがついてる感じですね。ハサミをこうやって開けてみると、この触覚あるじゃないですか。グネ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 って。次行ってみましょう。はい、次はですね、またね、魔改造をやりたいなと思いまして、いろいろ購入してきました。まだ、部品は全部集まってないんですけど、まずこれ、アングルっていうところで出ています、ジグスピナーワイヤーの S、小さいサイズのやつですね。で、あとはカスタムブレード、デプスから出ています、カスタムブレード、これを買ってきました。次はね、ちょっと小型のジグスピナーみたいのを作りたいなと思って、部品だけとりあえず買ってきました。で、最後がこれ、ゼストっていうところから出ています、僕のハンドメイドルアーっていうね、ハンドメイドのルアーが簡単に作れちゃうよっていうキット。これにね、切り込みとかいろいろ入ってまして、で、裏を返すとこんな感じで、ウェイトとか、あとはね、ラインアイとか、ま、いろいろ入ってまして、簡単にボンドで止めるだけで作れちゃうよっていうセット。これはね、また別で動画でゆっくりやろうかなと思います。今回こんな感じかな。戻りましょう。はい、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでね、出張先にね、道具を全部持っていけないけど、お店に行ってこのセットさえあればね、出張先でも釣りができるとか、今度友達を連れてくんだけど、どうすればいいかなっていう時に、これだけ、まあ、一つだけじゃなくて、2、3個これ同じのを持ってってもね、全然いいと思いますしね。2、3パック買って釣りに連れていくとかね。そんなことにも活用できるんじゃないかと思います。ルアーのね、その流れっていうのが変わってきてるのかな？なんか求めるユーザーのなんかそういう面白い心をくすぐる、遊び心をくすぐるようなパックがね、また出てきてくれたらなと思っています。僕はもしね、可能であるならばね、もう謎のワームパック5個入り500円とか、780円ぐらいで売って、もう何が入ってるかわかんない。何が入ってるか分かんない。ね。とりあえずサンデルフックだけ用意してくださいって書いておいて、
何が入ってるか分かんないっていうね、5種類のね、もう適当なワームパックみたいなもうあったらなんか、ね、作っちゃったら、ね、僕は買っちゃうな。うん、そういうの好きだからね。って感じでね、今回は、チョコパックの方の、紹介といろんな、今後の動画で使いますよというものの紹介でした。バイバイ。